こんにちは、泉です。今日は電磁波について見ていきたいと思います。電磁波って皆さん聞いたことありますか、まあ、聞いたことあるっていう人もいるだろうし、初めてっていう人もいると思います。電磁波というのは、言い方を変えると光です。ねえー、光、電磁波。これはもうほとんど同じと思ってもらって、えー、構いません。 なので、まあ、今回は光についてやっていくということです。ちょっと見ていきましょう。はい。電磁波、まあ、光とは何かっていうと、電気、磁気的な振動の一種で、電化の振動によって発生し、電気的な振動と磁気的な振動が互いに直行し、かつ進行方向に対して垂直な横波であると。 ということで、実は光は横波なんだっていうのを知っておいてください。光は横波ね。よく波動でも、あの、音は縦波、光は横波っていうのを、こう、聞くような問題もあったりするので、これは知識として知っておいてください。 それから、電気的な振動と磁気的な振動が互いに直行しっていうのはね、えー、どういうことって思うかもしれないんですけども、そんなに深く考えなくていいです。そこまでね、あの、詳しく聞いてくるような問題ってないので、ただ、まあ、図は見ておいた方がいいかなということで、こんな感じですね。今、赤い線で表しているのが電気的な振動。そして、青い線で表しているのが時期的な振動になります。 で、これ、まあ、斜め上から見ているので、えー、なんかそういうふうに見えないかもしれないですけども、しかも私の手書きなんでね、えー、ちょっと何とも言えないかもしれませんが、えー、赤が、まあ、こういうふうに縦に振動してる。ね。で、青がこう、横に振動してて、この赤と青がこう、直行してますよ、ということです。で、さらに、この太線で引いてある矢印の方向に向かって、これが波の進行方向になります。 えこういうふうなねえ、振動しているんだなっていうのを知っておいてください。はい、えー。それからですね、電磁波の種類。これはね、知っておかないといけないわけですね。なぜかっていうと、いずれ、例えば光の問題。 ね、物理基礎ではやらなかったですけども、物理に入ってから、光の問題が出された時に、例えば赤い光と青い光っていうふうに言われた時にあ、赤い光ってこんな光だなって特徴を捉えとかないと問題が解けないということが起きます。なのでちょっと詳しく見ていきたいと思います。まず周波数の小さいもの、大きいもの、右に行けば行くほど大きい。 左に行けば行くほど小さいというものを表しています。えそしてえ、波長。波長は左に行くほど大きくて、右側に行くほど小さいと。ね、えこれは波の式 V イコール F ラムダっていう式があって、え結局 V がえ定数であれば F とラムダ、つまり周波数と波長は反比例の関係にありますから、え周波数が小さければ その逆に、えー、波長は大きくなるということですね、えー。逆に周波数が大きいと波長が小さいよっていうこういう代償関係を表しています。で、えー、さらにですね、これはまだまだ先に習うことなんですけども、えー、光のエネルギーというのがあって、でこのエネルギーというのは、えー、振動数に比例するっていうのがわかっているので、 周波数ですね。周波数、これは振動数と同じです。そうすると、右に行けば行くほどエネルギーが高いんだなっていうことですね。エネルギーに関しても、右側が大きくて、左側が小さいんだっていうのも押さえておいてください。 で、まあ、エネルギーが大きい、小さいって言われても、あまりピンとこないかもしれませんが、エネルギーが大きいということは、それだけ危険ということです。なんで、まあ、今からね、ここにいろんな波があの出てくるわけですけども、右側に行けば行くほど危険で、え左に行けば行くほど、まあ、どちらかというと安全なものになっています。はい。じゃあ、まずは押さえておきたいのが、可視光ですね。これがいわゆる光です。 目で見ることができる光のことで、だいたい10のマイナス7乗メートルぐらいを取ります。まあ、だいたい、えー、範囲としてはね、可視光は覚えておいてもいいかなと思うんですけども、3.8×10 のマイナス7乗メートルから、7.8×10 のマイナス7乗メートル。これが可視光の領域だと思っててください。で、さらに、今言った範囲の中で、7色。 ね。よく虹の七色って言ったりしますけども、あれ全部言えますかね結構、言ってみてって言うと、言えない人多いんですよね。なので、ぜひ言えるようになっておいてほしいと思います。覚え方は、石頭王緑青乱死、ねえー。一度聞くと結構忘れられない、えー、言葉ですけども、こんな感じになっています。石と王緑青卵子ですね。ということで、えー、一番、 カシコの中で最も波長が長いのは赤。で、逆に、えー、最も波長が短いのが紫になっています。ね。えー、こう、青、藍、紫とかね。この藍色がなかなか出てこないんですけど、別に藍色は忘れちゃってもいいです。えー、とにかく、最も波長が長いのが赤で、最も波長が短いのが紫なんだなっていうのは知っておいてください。ただね、 私たちの目に紫ってあんまり見えないんですよ。なので、青の方が強調して見えるので、問題によっては赤、紫の組み合わせではなく、赤と青の組み合わせの問題もあります。でも言いたいこととしては、波長が長い赤と波長が短い青、または紫っていう関係なので、別にこことここの違いはあまり気にしなくていいでしょう。はい。 じゃあ、これが目で見ることができる光になっているわけですが、これを見たときに、あ、なんか足りないなって思いますあの色がないんじゃないか。これはですね、白です。白。で例えば光って蛍光灯の、ね、色を見ても白ですよね。これはどうなってんのかって言ったら、実はこれらの色がみんな混ざると白になります。 なので、白色光って言われたら、これらの色が全部入ってるんだって思ってください。そうすると、例えば白色光をプリズムの中にこう、ねえー、入射させた、えー。そうするとプリズムで屈折をして、えー、そしていろんな色に、ね、分かれていくっていう図を見たことがあるかと思います。あれはもともと混ざってるから、えー、プリズムの屈折によって、えー、いろんな色に分かれているわけですよね。 なので、この中には白がありません。さあ、じゃあ次。今度、視光の外の領域について見ていきたいと思いますけども、視、え、光、ー、のこの赤よりも長い波長を持っているもの。これを何と呼んでるかっていうと、赤外線ですね。赤の外側になっているので、赤外線というふうに呼んでいます。で、 紫の外側って言われたら、これ紫外線になっているわけですね。大、え、体、ー、いいこれが、えー、波長の領域になっています。で、赤外線と紫外線を考えても、さっき言った安全とか危険の考え方ってわかると思うんですよ。例えば赤外線って最近はあんまないですからね。昔は携帯電話に赤外線っていうのがあって、 あの、連絡先交換するとき赤外線通信するとかやってたんですけども、あれきあんまないですね。あの、テレビのリモコンとかにはまだありますよね。赤外線で、こう、ピッてやると、えー、向こうが反応して番組が変わるみたいなことはあるわけですけど、これ赤外線。ね。えー、これは安全じゃないと困りますよね。日常生活で使ってるものなんで。だけど、紫外線っていうと、これは結構危険なもので、 こう浴び続けてるとこう皮膚がんの原因になったりとか、まあ、結構ね、あの人体に影響を及ぼすと言われています。なので、やはり右側っていうのはちょっと危険なんですよね。えー、さらにもっともっと、えー、長い波長の領域、まあ電波って呼ばれる領域ですね。電波、聞いたことあると思います。ラジオ波であったりとか、携帯電話、まあ、スマートフォンの波長。 え、それからテレビ波、え、それから電子エンジンの波長なんかも入っています。こうやって見るとラジオ波とかめちゃくちゃ長いですね。10の3乗メートル波長。これ、要は1000メートルだから1キロってことですね。こういう波が1キロ。すごいですね。で、えっ、ー、と、ラジオ波の、まあ、短い方は10の1乗なんで、まあ、10メートル。10メートルもそこそこ長いですね。で、テレビ波。 ま、10の0乗なんで1メートルってことです。テレビ波1メートル。えー、そして携帯電話もだいたい1メートルぐらい、えー。そして電子レンジ。電子レンジの波長もだいたい10のマイナス1乗なんで、まあ、10センチとか。えー、そこら辺の、えー、範囲ですね。はい。えー、それから、紫外線よりももっと波長が短くなると、X 線とか、ガンマ線とかの領域に入ってきます。 かなり短いですね。なので、エネルギーはかなり大きいので、もうかなり危険ということです。まあ、波長だけではちょっと分類できないところもあるんですけども、ざっくり分けると、こんな形になりますね。はい。ということで、えー、1台、今回問題持ってきているので、ちょっと解いてみましょう。で、例題。 この問題はですね、ちょっとおまけみたいな問題で、結局 V イコール F ラムダを使って波長を求めましょうという問題ですね。それから、知らない人は知っておいてください。問題文にギガってありますね。ギガは10の9乗を表しているので、これは知っておいてください。ということで、高速が 3.0×10 の8乗メートル。 毎秒で。光の速さは 3.0×10 の8乗メートル毎秒で、で、今、電子レンジの振動数を 2.45GHz。GHz なんで10の9乗 Hz というふうに直しておきます。で、これ普通に割り算してあげると、 で、10の何乗の部分も計算してあげれば、0.12メートルというふうになります。ということで、まあさっきもね、電子レンジの波長大体10センチぐらいかなって話だったんですけど、えー、まあ今の問題の答えも、電子レンジの波長は0.12メートル、まあ12センチぐらいというふうになってます。 でも、ここに書いてあるように、電子レンジで使用するマイクロ波の波長を求めなさい。ということで、電子レンジはね、マイクロ波って名前がついてるんですよ。でマイクロ波って言うとね、うん、すっごい小さい波長っぽいんですけども、この、うん、全然マイクロじゃないですね。マイクロは、マイクロって、だいたい10のマイナス6乗のことをマイクロっていう風に呼んでるわけですけど、このマイクロとは関係なく、 えー、電波の領域の中で、えー、短い波長ですよっていう意味らしいです。このマイクロ波っていうのはね。なんで、10のマイナス6乗とは全然関係がないので、まあ知っておいてください。はい、ということで、今回は以上になります。お疲れ様でした。お疲れ様でした、えー。授業の内容は理解できましたか実際には物理では演習が重要になってきます。なので、手を動かして、 問題を解いて、それを積み重ねていくことで成績が上がると思います。また頑張っていきましょう。